ミッチェル・イアン、ミッチ・ニコルスは、オーストラリアのサッカー選手である。ゴールドコーストプレミアリーグのパームビーチ・シャークス、FC において、開始7試合でのミッドフィールダー最多得点を記録する活躍を見せた後、2007年5月11日に、ブリスベン・ロアー FC と2年契約した。ニコルスは、多くの途中出場を果たし、A リーグでのキャリアを県庁に開始させた。また、 2007年10月7日のトレーニングキャンプで U-20 オーストラリア代表に初めて招集された。2008から09シーズン中頃のパースグローリー FC 戦で A リーグ初得点を挙げた。2011から12シーズンはプレシーズンマッチで10得点を記録するなど素晴らしい活躍を見せ、シーズンでもチームメイトのトーマス・ブロイッヒ。 ベザルトベリシャと共に A リーグベスト11に選出された。メルボルンビクトリー FC に加入する前に、デンマークのラナース FC のトライアルを受けた。2013年5月13日、ゼンブリスベン監督のアンジェ・ポステコグルーの誘いを受け、メルボルンビクトリーと2年契約を交わしたことが、クラブから発表された。2014年1月30日、セレッソ大阪に移籍した。 背番号は18。同年6月23日にパースグローリー FC への期限付き移籍が発表されたが、2015年4月9日に契約解除となった。2015年7月にウェスタンシドニーワンダラーズ FC へ完全移籍。2016から17年シーズン終了後に契約満了により退団。2017年5月18日、 現地時間27日のシニアにシドニー市内のナイトクラブでコカインを所持していることが発覚し逮捕されたと地元市のオーストラリアンなど複数の地元市が報じた逮捕されたことでヨーロッパでプレーするという夢を断念し2017年6月に過去にも所属したパースグローリー FC と契約した U-23 オーストラリア代表でプレーするニコルス AFCU-19 選手権2008サウジアラビア大会に U-20 オーストラリア代表として出場した。準々決勝の北朝鮮戦では延長戦でのオーバーヘッドキックを含む2得点を挙げた。U-23 代表としては2010年に初出場を果たした。フル代表のサッカルーズとしての初キャップは2009年5月4日に 行われた AFC アジアカップ予選のクウェート戦である 1A リーグフィナルシリーズの成績を含むに FIFA クラブワールドカップの成績を含む AFC チャンピオンズリーグの成績はグループステージ後に開始したシーズンに含まれるオーストラリア代表ブリスベンドアー。ありがとうございます